形勢は逆転した。イギリス軍は後退を余儀なくされ、この地における彼らの力は日増しに弱まりつつある。だが騎士団はむしろ勢力を強めている。数こそ減ったものの、その脅威は今も変わっていない。ワシントンがリーを殺さなかったことが事態を悪化させていた。奴はジョージ砦に逃げ込んでいるらしい。今俺は砦に侵入する方法の検討に日々を費やしている。父さんの消息は不明だ。これはむしろありがたい。リーを片付けることができれば和解のチャンスもあるだろう。その先には平和が待っているはずだ。コナン、話があるって。コナーか。しっかりしろ。お前が悲しそうな顔をしたところでわしの命を長らえる役には立たんのだから。状況は一体どうなっている？はあ、リーは企みが公になり、ついに失脚状態だ。愛国派が残りの都市を確保すれば独立が達成されるだろう。お前の勝利だ。この地もお前の村も守られた。浮かない顔だな。ワシントンがリーを殺さなかった。危険は消えていない。そういうわけか。危険なのはお前の父もだ。初めて会った時のお前はなすべきことを心得ていた。やり遂げるとも誓った。教団のためではなく同族のために、テンプル騎士団から人々を守るためにだ。リーがいなくなれば父さんも。よく聞け。間違った親子の情のためにこれまでの苦労を台無しにしてはならん。どちらも殺すのだ。アキレス、話すことはこれで全てだ。馬を飛ばして駆けつけたよ。吉報でもあるのか。グラス提督はそう言ってる。チェサピーク湾に停泊中の彼の艦隊は君に従うそうだ。だが一体何をする気なんだね。見せた方が早い。リーは職を解かれはしたが、危険で亡くなったわけじゃない。総司令は、彼は危険を過小評価しているが、説得して誤りを悟らせている暇はない。彼を頼っても無駄だ。ではどうするのだね。リーを暗殺する。奴は軍事化された地区のど真ん中、ジョージ砦にこもっている。直に忍び込むのは無理だ。そこで俺は下から行く。大胆な。砦へのトンネルは塞がれてるはずだ。俺が艦隊を掌握してる間に道を開けておいてくれ。で、艦隊は？合図があり次第砦を砲撃。防壁を破壊し、敵の目をそちらに引きつけるわけか。俺はその隙に潜入し、リーを見つけてこの世から葬り去る。比類なき艦隊と船長だとラファイエットから聞いていたのに、それが実際には老朽船一隻と妙な格好の若造とは。どうか俺たちを信じてほしい、提督。無理な注文だな。しかし選択の余地はないらしい。では指揮権を俺に。委ねよう。だがまずはあいつらだな。じゃあ俺は何をしたらいい。主力艦隊の相手は任せたまえ。
君は湾に入ろうとした敵船を撃沈しろ。ヨークタウンに近づけるな。筋縄じゃいかねえぞ。何隻いるんだ。さては、まったくむちゃくちゃな話だぜ。いつまで支えきれることやら。敵船接近。よし、野郎ども、接頭準備だ。挨拶がしてない。持ち場につけ。おいおい、
撃し、護衛は全滅、残るは俺たちだけだ。応援の船は何をしてやがるんだ。きっと来る。だからそれまでの間支え切るんだ。無茶だ。お前は一人、こっちには応援もねえんだぞ。してると沈められちまうぞ。本当は乗り込む気なんてないんじゃないか。気が変わったのかな。このままじゃみんな死んじまう。あとは頼んだぞ船長。呆れたぜ。たった一人で戦列艦を沈めたそうだな。大したものだ。ラファイエットの言ってたことは誇張ではなかったらしい。約束通り艦隊を君に貸そう。で、どうするのかね。5隻に英国旗を掲げニューヨーク港に向かわせてくれないか。待ちたまえ。海賊退治とか物資の運搬といった話だと思ってたら、まさかニューヨークを砲撃しろというのかね。いや、そうじゃない。ああ、砦をやる。詳しく聞こうか。ジョージ砦の守りは固い、潜入は困難だ。だが大砲で壁を壊して敵を混乱させれば。そのために英国旗を掲げて近づこうというわけか。納得したか。とんでもない。だが約束は約束だ。正気の沙汰とは思えなくてもな。俺が合図の火を灯したら砲撃を始めてくれ。敵の旗を回収してマストに掲げろ。聞いての通りだ。コナー、久しぶりだな。準備はできているか。ああ、ラファイエットの旦那がトンネルでお待ちだ。今は自由だ平等だと言ってても結局は古い体制に逆戻りしないんだな。
交換を望まない人間なんているもんですか。ではどうするんだね。世襲できないようにするんですよ。そうすればたとえ王様になっ。コーナー。このトンネルを進めばやがて軍事地区に着く。提督はどうだ。君からの合図を待っているとも。砲撃の準備をしながらな。もちろん俺たちも行くぜ。無理だ。敵兵のいない場所へ。リー、どこにいる？コナー。やるな。だが私に勝てはせんぞ。腕を上げたと言ってもまだまだだ。年季が違う。リーを渡せ。できんな。奴には果たすべき使命がある。人を導くという。リーは失脚状態じゃないか。奴はもう終わりだ。一時的なものだ。直に復権する。自分に最低限が。私だが、そうではないことはこれまでにお前が見聞きしたことを考えれば分かるはず。降参しろ。そうすれば殺さない。口だけは勇ましいな。お前が様だ。たとえ敗北したように見えようとも、我々は蘇る。なぜかわかるか。それは我々が現実の上に存在しているからだ。掟など不要だ。
深刻ぶった老いぼれの説教もいらん。あるがままの姿の世界さえあればいい。だからこそテンプル騎士団は決して滅びることがないのだ。してくれなどと言うと思うなよ。私は泣かぬ。過去を振り返りもせぬ。わかるはずだ。だがお前を責めません。誇らしいくらいだ。強さ、勇気、高貴な心、さっさと殺すべきだった。おなぎわひらげね。おかしいぞ。兵様は護符を持っていないんじゃないか。神殿はデータを送り続けてる。ひょっとしてこの先があるんじゃ。確かめる方法は一つ。